おはようございます。花粉症かも。足もですよ。目ね、目はね、ないです。今年は仲良かった。私は花だけですね。目かゆすぎて描きすぎたらさ、腫れるじゃないですか。二重幅がおかしくなったり。よかった花を噛みすぎたら肌が荒れます。いくらカシミヤの保湿のティッシュだとしても花粉症じゃないって信じてる。無理だよそれは。はよー、印象です。印象じゃないって信じる、信じてるっていう人いるよね。無理だよ、もう花粉症です。残念ながら。
誕生日です、やってもらえませんか、おめでとうございます、ゆうさくさん、ハッピーバースデー。この死ぬほど鼻声の声でよければ、おめでとうございます。ギフトありがとう。でもちゃんとさあ24時間も効く薬を飲んでんのに効かないってやばくね。どういう現象、花粉症の薬と鼻炎、鼻炎の薬も一緒に飲んでいても、これやばいよね。コンペイトありがとうございます。いよね、花を噛みすぎると鼻が赤くなっていきます。緑のスタジオ買おうかな、明日のために。ギフトありがとう。おはようございます。蛇腹？何ですかそれ。蛇腹のど飴みたいなやつしか知らん。
粉症の薬はあれなんか何個も飲んだらやばい。いろんな種類、3種類ぐらいあるけど、それ全部飲んだらやばいんかな。ええ。もう明日だからさ、明日だけは止めときたいのに。明日も弱い気がする。アリサカンパニー今日届くんですか皆さん。嬉しい、ありがとうございます。喉はね、喉は別に大丈夫。喉はね、ならない。鼻だけですね。ガチ鼻だけ。ジャケット今日届く予定。嬉しい。ありがとうございます。はい、来てください皆さん。キリマニワン。ありゃま、ハートありがとう。ひささん、前日なのがやばい。やばすぎてる。蛇腹のど、雨の蛇腹なの。頑張ります。ではランキング読みます。13位みやみやみやさん、12位やすべさん、11位ひでじろうさん、10位せいがくん、9位キズナックさん、8位そうちゃん、7位あやさん、6位ひげのまささん、5位ひでさん、4位ひささん、3位ぜたん、2位けんよんぱちさん、1位はだらんふうさんです。ありがとうございます。今日も頑張りましょう。